ザムトゲマインデヘムモールは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、クックスハーフェン軍に属すザムトゲマインデである。このザムトゲマインデは、1972年8月1日に、ニーダーザクセン州の行政改革に伴って、成立した。行政本部は、ヘムモールにある。このザムトゲマインデは、ヘムモール市とヘヒトハウゼン、オーステンからなる。 いずれも12月31日現在、ザムトゲマインデヘムモールの議会の議員定数は29議席からなる。人口12001人から15000人の町村の通常の議員定数は30議席である。議員は5年ごとに選出される。議会では議員のほかにザムトゲマインデチョウも投票権を有している。ザムトゲマインデヘムモールの1任の主張はディルクブラワーである。 彼は2014年5月25日の選挙で現職の主張として51.4%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は47.7%であった。ブラウアーは2014年11月1日から新たな人気に入った。図柄、四4分割。向かって左上は赤字で銀色の天秤の上に銀の波体。 向かって、右上は、銀字に黒い自在針。向かって、左下は銀字に、半身の赤い鷲。向かって、右下は青字に三つの銀の菱形図形。解説、銀の波体は主要な水路である大捨て川を、天秤は、商人、公益気質と公平性を象徴している。自在針はもともと農村であったことを示している。半身の赤い鷲は、先進的な判断を表している。 三つの筆型図形は、三つの構成自治体ヘムモール、ヘヒトハウゼン、オーステンを象徴している。ありがとうございます。